第7章、恋の芽、恋の根。ですよね。男ってどうして群れるとバカばっかになるんでしょうね。なんつーかさ、幻滅するわけだぜ。ちょっと大人びててかっこいいかなって思った人がさ、クラスの男どもで群れてる時に下びた話して下品な声で笑ってるの見ちゃうとさ。確かに男同士でいる時の男の方ってすごい子供っぽいですものね。まあそれを言ったら女も同じようなもんですけど。お嬢様だって素敵だし、お年頃だし、気になる男の子がいらっしゃるんじゃないですか。恋はしてえけど、気になる男子ってと、なかなかな。お嬢様はもっと恋に積極的でもいいと思うんです。余裕ぶってられるのも今のうちですよ。友人の誰かが付き合いだしたなんてことになったら、急に世界がひっくり返りますよ。そんなわけねえじゃん。私の友達に裏切り者はいねえぜ。多分。ああ、ダメダメ。女の友情で一番信用ができないのが恋の出し抜きです。お嬢様だって素敵な人と知り合ったら絶対友人なんて裏切って付き合っちゃいますって。シャノンはどうなんだよ。私ばっかりでずるいぜ。シャノンも話せよ。私はそういう方が身近におりませんし。シャノンは裏切るなよ。彼氏作るなら一緒だぜ。な、約束したもんな。ああ、シャノンちゃんみたいな子に限って、案外早く一抜けしちゃうもんですよ。シャーノン、白状しろ。本当に付き合ってるやつはいないよな。なあ。いませんよ、本当です。本当に？あ、本当です。私たち恋人作るのは一緒だからね。絶対絶対だぜ。嘘ついたら針千本のーます。あ、はい、約束します。ん？それは嘘をついてる顔ですよ。絶対この中でシャノンちゃんが一抜けする。私にはわかるんです。奥手そうな子がいつもみんなを出し抜くんです。なんだよこの野郎。白状しろ、白状しろ。お許しくださいお嬢様。くすぐったい。
男と約束なんかしちゃダメです。当てになりませんって。やっぱその辺さ、男と女で価値観ってかなり違うと思うんだよ。違います、違います、全然違いますって。基本的に女の子は夢見がちで、男は何も考えてなくて適当って感じです。異性同士で心を通わせるってやっぱ無理なのかな。相当難しいと思いますね。女はすぐに相手のことが分かったような気になっちゃう悪癖がありますから。男の言う特に深い意味のない言葉にいちいち何かを感じてしまって、勝手に勘違いしちゃうって結構ありますから。ああ、いるいる、そういう子。はために見てどう見ても大したこと言われてないのに、一方的に彼は私に気があるとか言っちゃってる子、いる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 。女の一方的な勘違いって痛々しいですもんね。勝手に心が通じたとか思っちゃう痛い女の子にだけはなりたくねえぜ。今年もバトラ様はお帰りになられませんでしたね。そうだね、彼が来なくて寂しいかい？それはそのルドルフおじさんたちも彼の話を切り出さないし、どうやら僕たちが思ってたよりもずっとバトラ君は本気だったみたいだね。あいつ本気でもう帰ってこねえのかな。やっぱりあれは巣立ちだったんだよ。彼は新しい人生のステージに向かって羽ばたいていった、そういうことじゃないのかな。無鉄砲のはちゃめちゃなやつだったけど、ま、男ってのはそういうもんなのかもしれねえぜ。彼のことだからね。新しい生活もきっと順応して楽しく元気にやっていると思うよ。だから心配しなくていいと思うよ。バトラのことだから私たちのことなんかケロッと忘れて楽しくやってるんだろうぜ。うん、きっとそうだよ。そして僕はそれが一番だと思うな。バトラ君は
自分と家族、そして亡くなったお母さんのことを考えて新しい生き方を自ら選択した。なら、その新しい人生にまっすぐに生きてほしいね。後ろ宮家のことなんて忘れてしまうくらいがちょうどいいよ。
よ、シャノンちゃん。今年も別品だね。ほら、エンジェ。足元に気をつけて。やあ、シャノン。やっぱり六軒島はいいね。早く、クラウスおじさんもリゾート化すればいいのに。しなくていいわよ。もったいないわ。それもそうね。お久しぶりね、シャノンちゃん。背、ちょっと伸びたんじゃない？ありがとうございます。今年もいい天気や。こうして親族誰一人欠けることなく元気に揃うのは実にめでたいことや。それでは皆様、お屋敷にご案内いたします。バトラ君に会ったんですか？元気にしてました？ええ、元気だったわ。先日、エンジェを連れてちょっとだけお茶をしてきたの。仕方ないわよ。バトラ君よりアスムさんのご両親の方がお怒りだったと思うもの。もうこの喧嘩はバトラ君とルドルフさん二人だけのものじゃなくなってる。じゃあバトラはそのうち帰ってくるんですか？ルドルフさんと仲直りをするけれど、後ろ宮家に帰ってくるつもりはないみたい。仕方ないわ。気持ちもわかるもの。そうだ、バトラ君とみんなもずいぶん長く会ってないでしょ。みんなも寂しがってるだろうから手紙を書きなさいって言って書かせてきたのよ。バトラからの手紙？へえ、あいつ何を書いたんだろう。彼の近況でも書かれてるのかな。楽しみだね。
これは僕宛みたいだね。一枚一枚宛先が違うみたいだ。はい、こっちはジェシカちゃん。サンキュー。これはマリアちゃんにだって。読めるかな。後で読んで聞かせるわ。ありがとう。エンジェちゃん宛もあるよ。さすがにまだ読めないよね。読めるようになったら渡すことにするわ。こっちは元気で楽しくやってるぜ。だってさ、ならよかったぜ。あの、それで全部ですか？うん、これで全部みたいだね。ありがとう。おやおや、文面を見る限りバトラ君は随分元気に過ごしてるみたいだね。毎日が充実してるってさ。私の方にもそう書いてある。楽しく過ごせてるならそりゃ結構なことだぜ。バトラ君ったらひどいわね。キリエさんに手紙を書けと促されるまで私たちのことを忘れてたそうよ。バトラ君らしいでしょ。ずいぶん生活が充実してたみたい。学校では女の子にモテモテみたいよ。へえ、それはすごいね。バトラは変に気ざったらしくて笑えるとこがあるから、そういうの好きな子もいるだろうな。納得だぜ。後ろ宮家へ帰ってくるつもりはないのかしらね。ないみたいだね。僕の方に六軒島に行くことはもうないだろうって書いてあるよ。あんたにとって大切な約束だったかもしれない。それはバトラにとってはそうではなかったらしいな。そんな、それじゃあの迎えに来るという約束は。夢見がちな私の錯覚か。バトラにとってはちょっとしたカッコつけただけの意味のない言葉だったのかもな。これがバトラの罪だ。約束と誤解させたこと。違う。え？それ覚えてさえいなかったこと。破った約束ならなじることもできる。悔いることも、あるいは取り返すことも。覚えてさえいないことは何も問い詰めることができません。バトラさんを憎むことなどできません。バトラさんは約束を破ってさえいないのですから。ただ初めから約束などなかった。ただただ悲しいだけの
滑稽な物語。わらわのせいだ。わらわが無責任にも、バトラが約束してくれたかのようにそなたに不意調してしまったのだ。いいえ、誰も悪くないんです。私が彼の気持ちも私と同じだと決めつけてしまったから。約束こそバトラはしなかった。しかしバトラの気持ちは決していい加減なものではなかったはず。そなたのそれに比べれば確かに多少の温度差はあろう。しかしそなたのことを好いていたのは間違いない。それだけは間違いない。もうやめてください。私が好きなように彼も私を好きだと何の疑いもなく信じてきました。慰めないでください。むしろ嘲笑ってください。信じてこれからも待ち続けたいのに。でももうダメなんです。試練なんですか？帰ってこない彼を永遠に待てと。神様はそうおっしゃるのですか？無理です。私はバトラさんと一緒にいたいんです。それを願う試練がこれだなんてあまりに辛すぎます。Thank you.
これはわらわのトガだ。あなたに何のトガがありましょうか。ありもしない約束の幻想を見せ、そなたの3年間を苦しめた。わらわがそなたの恋の目を育まねば、今のそなたはこれほどに苦しまなかっただろう。シャノン、冷酷に聞こえるだろうが聞け。何でしょう。バトラを忘れよ。恋の目など元よりなかったのだ。いいえ、これは私の育んだ恋の目。どんなに辛くとも忘れることなどありません。しかしその痛みにもう耐えることはできないのであろう。バトラへの恋の目を捨てることはできぬか。はい。だがそのままではその目は根はそなたを殺してしまう。人は宇宙を持たねば生きられぬ。そして宇宙は一人では生み出せぬ。二人いるのだ。そなたは恋の目という宇宙をバトラと二人で生み出した。その片方が欠けたからそなたの宇宙が壊れたのだ。人は、宇宙は一人では何も成し得ぬのだ。でも私の宇宙を生み出すもう一人のバトラさんは帰ってきません。ならばバトラ以外のものと新しい宇宙を生み出すしかない。バトラさん以外の誰かと生み出すというのですか。その誰かをわらわが与えよう。誰かって何ですか。そなたの心を傷を埋め癒してくれる存在だ。そやつはそなたを裏切らぬ。そう、そなたの新しい兄弟だ。そなたに弟を与えよう。弟。福音の家で仲の良かった実の弟のように可愛がってきた少年、そういう存在をそなたに与えよう。そやつはそなたと二人で新たな宇宙を築くだろう。その弟がバトラさんへの恋の痛みを忘れさせてくれるのですか。そうだ、そなたには宇宙が必要だ。ではこの胸の恋の目はどうするのですか。私のバトラさんへの気持ちは変わりません。枯れさせることなどできません。わらわがその目を根を代わりに引き受けよう。あなたが。そなたは恋の痛みを忘れ新しい宇宙を作り直すことができる。恋の目はわらわが代わって引き受ける。わらわは痛みをも引き継ぐことになるが、わらわの持たぬ唯一の元素恋を知ることができる。もしバトラが帰ってくる日が訪れた時、まだこの目が枯れずにいて
そなたが望んだなら、この目をそなたに返そう。それならばどうか。世界を変更、恋の目をシャノンからベアトリーチェに。Thank you.
はよう、私。